どうも西田渉です。本日なんですけれども、広角、標準、そして望遠、この3つのレンズの構図の特徴について解説していこうかなというふうに思っております。皆様ね、標準って一番ね、基本的に標準って言われるだけあってね、これで僕らがこう見たまんまが映るという感じですが、今日は特にね、この2つ、広角と望遠ですよね。ここの使い方、構図の特徴というところを覚えておくと、かなりね、今後写真を撮影していく上でも、もう一個ね、上の上質な表現ができていく可能性があるというところなんで、結構大事なところなんですよね。というところで説明していこうかなと思います。皆様ね、大体、一番分かりやすいところで言うと、広角、望遠、なんで使うかというと、広角だったら、単純に広く撮りたい。望遠だったら遠くにあるものを撮りたい。っていうふうに比較的考えがちだと思うんですけれども、これをですね、もっと深掘りして、広角の表現の手法、そして望遠の表現の手法というものもそれぞれありますので、そこをですね、皆様に解説していこうと思います。普段の概念でいう、より広く撮りたい、狭い場所だから広く撮りたい、遠い場所に被写体がいるから望遠で撮りたいと、そういったところを超えた一個上の表現ですね、構図の特徴、そこを押さえておくと、またね、写真表現がより良くなってくると思うので、ぜひ、ご参考になればと思います。まずは結論から申し上げますね。広角レンズは広く撮るのではなく、引きつけですね。これをこう見たところ、こういう効果ですね。皆様はこう見ているレンズをこういう風に見るっていう風に考えておいたら間違いないかな。こう引きつけですね。広角は引きつけで、標準はやはり見たまんまっていう風な形ですね。標準は本当に標準っていうところで、望遠はこう詰め込むっていう考え方なので、この画角が今皆さんご覧いただいている時に、こうギュッとこうパンパンにね、こういった形で詰め込むような状況、こういった風な考え方でいると、このそれぞれのレンズのね、使い方とか特徴が見えてくるかなというふうに思っております。ではですね、早速なんですけれども、このレンズそれぞれの深掘りの解説をしていこうかなと思います。いつも通りね、最近始めたあのクマのこのローの人形があるんですけれども、クマのローの人形にフォーカスしてっていうか、サンプル写真で、特徴をそれぞれ広角、標準、そしてこの望遠っていうところで解説も含めてしていこうかなっていうふうに思っております。まずはですね、広角、こちらですね。これはもう今日は全部第3元、これ小3元ですけども、この3本のズームレンズでやっております。で、サンプル写真はそれぞれ 16mm、50mm、200mm、 これはね、ちょっと引きが取れなかったんで、180、90mm ぐらいかなっていう3パターンでね、サンプルを出してますので、ぜひね、そこもご覧いただけたらと思います。まず深掘り解説の1つ目ですね、この広角レンズで、これはね、引き付けの効果を狙っていくっていうところですね。で、今回ね、早速このサンプル写真見ていただいたら分かるように、グレーのクマが手前に来て、結構奥に黄色のクマがいると。で、今回はですね、そのクマの位置を標準で撮影するサンプル、そして望遠で撮影したサンプル、全部がね、同じクマの位置なので、そこは変えてないですね。なので、本当にこのレンズのパースペクティブの効果だけを使って、こういう風に見えるという形です。なので、今こういった形でスタートしてますが、この目の前にグレーのクマがいて、奥に黄色のクマがいるような感じですよね。これが引き付け効果で、結構グレーのクマがこうグイッと前に寄ってきてるような感じがしますよね。これが引き付け効果っていうことです。後々標準レンズ、そして望遠レンズで見てもらうと、よりね、その効果っていうものがね、分かってくるかなと思います。広角レンズで撮る際には、何の気なしにただ撮るのではなくて、被写体をね、撮るのではなく、とにかくその被写体にひたすら広角レンズで寄っていく、なるべく近くに寄っていくと。で、その代わり、寄りすぎて端に被写体を置いていくと、樽型収束がぐにょっと曲がってしまうので、真ん中付近に置きながらどんどん寄っていくと。それがね、一つ超広角と呼ばれるレンズの使い方のコツかなと思います。特にね、人とかのポートレートとかを撮って広角レンズで使っていくってなると、特に端にね、どんどん寄せていけばいくほど人が歪んできますから、それがね、人がこの重心が外
を向いて口角の端に寄せたりするとですね、もう頭とか伸びちゃうわけですよね。そこすらもう人がこっちに行かずに、なるべく人に重心をこっちに向かせて、内側に向かせたまま端に寄せていくとか、そういったね手法とかも細かいところでは必要になってくるんですよね。狙いたい被写体に対してどんどんまずは寄っていくっていう行為が必要ですね。で次に広角なんですけれども、例えばビル群とかありますよね。それのこう上を見上げるようなもの、木がすごく高い木があった時にこう自分自身も見上げたりしますよね。それを純粋にこの広角側で見上げてしまうっていうこと、すごく深そうなものがあって下に伸びているものがあったら見下げてしまうとか、とにかくその見上げる下げるとか、高いものはより高くっていう風に、そういう風に強調することができるので、なんで真正面で捉えるのではなく、なるべく上を向くとか下を向くとか、そういう風にするとですね、かなりのこのレンズのパースペクティブの妙でより強調がされますね。なので木とかビル群とかあれば、この広角の場合は見上げてみるっていう、そういう行為が必要かなっていうふうに思いますね。で次なんですけれども、次がシンメトリーなものとかがあった、もう対象物ですよね。対象物とかがあれば、その奥行きを強調すると、こう今真正面に見てますけれども、例えばエスカレーター、歩く歩道とかがあった時にですね、歩く歩道がこう奥にずっとただひたすらまっすぐ続いてますよね。とか道とか、例えば歩く歩道とかとエスカレーターの手すりとかがありますよね。その手すりを自分がちょっとしゃがんで、手すりを自分の画角より上に持っていって、さらにこの歩く歩道のまっすぐな道を16ミリとかで強調すると、どんどん先鋭化していく、先が尖っていくような感じで、こういう効果が得られるので、こうですね、こういう効果を狙うと真正面で捉える際は超広角が生きてくるっていう感じですね。引き付け効果、そして高いものを見上げる強調、そして奥行きをさらにこう真正面だったら奥行きを強調する、そういった全て何かがまっすぐなものがずっと続いてるみたいなところを強調していくときは、この広角っていうものをうまく利用すると、それがより強調されていくっていうことですね。以上がですね、広角レンズの構図の特徴ですね。これが参考になればなと思っております。で次にね、標準レンズですね。標準、今回はこの 50mm のレンジで撮影しております。で先ほどね、広角のそのクマさん あのサンプル写真から、次こちらですね、こういった形、本当にこう見てて安心しませんかね。あ、本当にスタンダードにこう物撮りをしているような、その人形、ローの人形がクマの人形がちゃんと2体こうバシッと写ってるなって感じがしますよね。これが本当に標準、なんか肉眼で見た時の安心感があるかなっていう、これが今ちょうど 50mm の画角なんですけれども、本当見たままそのまま写すようなっていうっていうところで、本当にこの標準を使うという時には、何か自分が本当に思ったこと、伝えたいこととかを素直な気持ちでその写真表現をしたいとかって思った時には、このね標準っていうものを使っていくといいと思うんですよね。なので比較的現代でも一応 35mm は広角っていう風な扱いを受けているんですが、なのでだいたい両目で見た時は 35mm と言われているので、 35mm、40mm、そして 50mm あたりですね、この辺のレンジを使って本当に素直に何かを表現したいなって思う時は、この辺の35から 50mm ぐらいのレンジでそのもの自体を素直に写すと、上からでもなく下からでもなく、本当にこう見たままの真正面をスッと写してしまうと、自分はこれが伝えたいんだっていうところで安心感があって、安定感があって、そして素直な気持ちみたいなところが表現できるので、それがですね、標準レンズの面白さかなっていうふうに思います。本当に素直に人に伝えていくっていう、スタンダードっていう感じですよね。表現する上で今日は本当にちゃんと物事を伝えたいんだって思った時には 50mm とか、そういったものを使っていくといいのかなと思います。まあもしくはね、この標準ズームとかでもいいと思います。標準ズームでも 24mm 角を使うのではなく、やはり35ぐらい、そして 40mm ぐらいのレンジから 70mm ぐらいまでの、まあせめて60ぐらいかな、そのぐらいのレンジで収めるような撮影を心がけると、意外とすごく安定して人々に安心感を与えながら情報や思いを伝えていく写真の構図、そういったものが安定して出てくるかなというふうに思いますね。次にこちら望遠ですね。で望遠レンズ、これもね、いろいろな使い方がありまして、まずね、基本的にはですよ、先ほど申し上げた、ここから身動きが取れずにあそこに遠くにある被写体を撮らなきゃいけないと、これはもうそういった時はもうしょうがないですよね。自分が動けないわけですし、遠くにあるものですから、もちろん望遠のズーム一番
望遠鏡を使って撮ったり、これだったら 200mm ですよね。次にもう一個一番ね、僕がおすすめしたい大事なことがありまして、この望遠の効果っていう効果があるんですよね。これは圧縮効果って呼ばれるものなんですけれども、要はこの街中とかにいっぱいの情報があったりしますよね。例えば、東京新宿に行った時には多くの看板とかネオンとか、例えば歌舞伎町だったらもう多くのネオンとかあったりしますよね。あれを広角で撮ってしまうと、例えば見上げたとしてもビルの高さとかが強調されてしまって、じゃあネオンとかの看板はあるんですけれども、それを表現したいかっていうと、意外と空が強調されたり、そのビル群が強調されてしまって伝わらないことがあると。歌舞伎町のネオン街の雰囲気をキラキラしてる感じをどうやって表現するかっていう時に、この望遠レンズの望遠側を使うわけですね。手前にはここの歌舞伎町入り口の看板がある、そして望遠で抜くことによって、その後ろもかなり圧縮効果によって奥の看板だけが目立つことになるので、ビルの一部ですよね。ビルの一部にだいたいネオンとかの看板ってあるので、歌舞伎町入り口を手前に引きつけつつも、後ろにはもうすぐ看板まみれっていう状況を、そこだけを切り取ってしまうと、まさに圧縮ですよね。画面内に詰め込んでしまうんです。そうすると歌舞伎町のそこのネオン街とかキラキラした感じとかっていうのが、一気にその写真の中に情報にギュッと詰まるので、無駄がなくなるんですよね。写真って結構引き算と言われるのはそういった意味で、じゃあ歌舞伎町はどういった街なんだって言った時に、その写真1枚で歌舞伎町って書いた入り口がある、そしてその奥にネオンがキラキラしてる、あ、歌舞伎町というのはそういったことで、もうネオンがこういうキラキラした状況のある街なんだということで、1枚で伝えることができるんですよね。それがですね、非常にこの圧縮効果っていうものが強調されて面白いかなと思います。熊の蝋人形のサンプルがこちらですね。まあ、明らかに先ほどのね、この広角、そして見たままの標準と比べると、で全く位置は、置いてる位置は変わらないんですけど、グレーのベアと黄色のベアの距離感とかがギュッと縮まってる感じがしませんかね。これがだいたい 180mm ぐらいかな。ちょっと画角もね、上もキュッとなってますけれども、とはいえね、ここのクマの距離感とか置かれてる距離感とか一気に縮まってる感じしますよね。これがまさにね、圧縮効果って呼ばれるところでして、これがすごい面白いんですよね。これをうまく使いこなすと、特にね、僕のこのカラーオブ香港とか写真集に関しても圧縮効果をね、かなり狙ってますね。僕は24-105のレンズで、1型のレンズで行ったものですから、 EF24-105 F4 のね、例えば圧縮効果の代表例で言うと、このこちらの写真ですね。こちらの写真とかはまさに圧縮効果の代表例かなというふうに思っております。ちょっとだけ見上げたんですが、24-105の 105mm 側で画角いっぱいいっぱいに提灯、そして奥にあるセブンイレブンの看板っていう、この画角になるべく空を入れずに、もういっぱいいっぱいに色の情報を詰め込んでいるわけですよね。こういった形で、これがまさに圧縮効果を比較的狙った表現と、もう画角の隅々にまでいろんな情報を詰め込んでしまって、圧縮効果によって画面にギュッといろんな情報を詰め込むと。先ほどの写真は中国っぽい提灯に、そこに東南アジアにはよくね、セブンイレブンとかあったりするので、そこにセブンイレブンの看板、ましてや赤と緑の対比色を置くことによってより目を引くと、そういったところを計算して圧縮効果を狙って1枚の写真に仕上げているんですよね。こういったところで圧縮効果をうまく使うと、非常に面白い写真が撮れてくると。これはポートレートとかにもすごく有効で、例えばですけど、女の子が4人組がいました。4人組を顔と顔をみんな近づけてもらって、 200mm 側で自分がすごい下がって、その4人の顔だけを撮ると、すごいみんなの顔がギュッと一つの画面に詰まったようになるので、それがね、広角とかで撮ると余計な隙間が生まれてくるわけですよね。そこにね、標準でも、でも圧縮効果で撮ると、その顔、4人の女の子たちが 1,2,3,4 っていう4人の顔がギュッとなった部分を、本当にさらに圧縮効果でギュッと詰めて写真できるので、その子たちの顔の印象がすごく上がったりするわけですよね。そういう風な使い方が圧縮効果は狙えるので、これはね、うまく使うべきもですし、試してみる価値がありますね。先ほどの歌舞伎町での説明もそうなんですが、街中のスナップでも、先ほど見せたカラーオブ香港のこのスナップでも、そういった効果がかなり見られるので、ぜひね、皆さんもトライしてほしいなというふうに思います。はい、では総括に参りますね。まあ、単純にね、広く撮るなら広角で、遠いもの、自分が動けなくて遠いものを撮るなら望遠と、そういう概念をですね、一度は捨ててしまって、広角で撮るからには、その被写体に対してめちゃめちゃ寄ってみる、
ぐっと寄ってみる。そして望遠を使う際は先ほど申し上げた引きつけ効果、ぎゅっと物を詰める。自分が覗いたファインダーの中にいろんな情報を、とにかくその一つの枠内、空とかの無駄な情報とかは一切捨てて、なるべく画角を狙いながらその一つの自分のファインダー内に見せたい情報を詰め込むというような気持ちでですね、表現していくと、もう一個ね、上の世界が見えてくるかなっていうふうに思いますよね。でこういった形で、今回は、標準レンズに関しましては、先ほど申し上げたように自分の素直な気持ちを表現するっていうところで捉えていくと一番いいかなというふうに思ってます。今回はこちら、特に広角はとにかく寄ってみましょうということと、70-200ズーム望遠レンズに関しては詰め込んでみましょうと、情報をね、そういったことをね、ちょっと考えてもらいながら写真を撮ると、もう一個上のね、写真のクオリティが上がってくるかなと思いますので、ぜひねトライしていただけると思います。またね、コメント欄ともご利用していただきつつね、ぜひ参考になればと思っております。合わせましてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。